蒙古鉄道蒙古線、蒙古線、蒙古線。かつては、蒙古線は、茨城県筑西市の下立駅から、栃木県羽賀郡茂木町の茂木駅に至る、蒙古鉄道の鉄道路線。かつては、日本国有鉄道、国鉄、東日本旅客鉄道、JR 東日本が運営していた。愛称、コットンウェイ。ワンマン運転の普通列車のみの運行である。 一時間に一本程度で、下立駅モテゲ駅間の直通運転を基本と、するが、下立駅モテゲ駅間、モモカ駅モテゲ駅間の区間列車も設定されている。1994年3月27日から、土日祝日を中心に、蒸気機関車 C、C1266、または C11325 が牽引する SL モモカが、通年運転され、 通過駅がある列車として設定された。SL 猛貨の改層を兼ねた下りの下立駅、猛貨駅間を運行する一本も、同様に通過駅があるが、SL も丘と異なり、寺内駅が通過駅となる。普通列車は、猛貨鉄道への転換時に導入された、猛六63系、11両で運行してきたが、老朽化により2003年、 平成15年1月20日よりも、岡14型が導入され、年間2両前後の導入で、順次猛火63型を淘汰した。形式名称の数字、63.14は、導入が始まった和歴の年、猛火63型は、昭和63年、猛火14型は、平成14年を示している。転換後の一時期、JR 路線からの臨時列車が設定された。 マシコ大東岐市に合わせて、東日本旅客鉄道、JR 東日本の水軍線に営業所に配置されていた東北色の木ハ40系列やニーツ運輸区に配置されていた片色の木ハ58系列が臨時列車として乗り入れた事例があったが、近年は行われていない。JR 東日本から試験車を借り入れ、年1回程度で軌道検測が実施される。 転換直後は、マヤ34型客車を使用していたが、現在は、キア E193 系機動車、イースト ID を使用する。この軌道検測の際には、基本的に、SL 猛火に近い時刻で運転されるため、上り検測と重複する猛火下立間の、普通列車1往復を運休させる措置をとっている。国鉄時代、1970年頃は上り14本。 下り8本が運転され、内上下8本が水戸線に乗り入れ小山まで直通していた。朝夕にはここから6両編成、最長6両編成で運転され、5両編成の列車はそのうち3両、6両編成の列車は4両が下立で分割され、水戸線列車として運行されていた。1 9 8八年のモー鉄道転換前には、同年三月十三日の JR 東日本の ダイヤ改正、一本列島を参照再始あらかじめ、転換後のダイヤとするため小山直通列車は廃止となった。また、水戸線の小山下立間に、区間列車を増発するなどして、う河線直通廃止で減少する列車を保管している。第三セクター転換前のこの頃になると、昼間の列車はほぼなくなり、空いている時間で、猛火鉄道のレールバス、猛火十三を使用した。 主運転列車が運行されている。歴史は古く、1912年の関節鉄道猛火系弁線、猛火系弁線しもだて猛火間の開業に始まる。1920年にはモテギまで全通した。しかし、地域の流動に合わない線形で、県と宇都宮との連絡鉄道、改正鉄道不設法別表第37号、栃木県市花寄放射区時に、 イタリール鉄道も計画されたが実現に至らなかった。国鉄再建法施行により1984年に第二次特定地方交通線に指定され、1987年に JR 東日本に承継された後、1988年に猛火鉄道に転換された。改正鉄道不設法で挙げられた猛火線に関係する予定線としては以下のものがある。 このうち前者は、1934年に、鉄道先行路線として、カラス山モテギ間に国鉄バス、後の JR バス関東常谷線が開業したが、鉄道路線としては実現せず、常谷線も1993年6月の、モテギ駅、ハガクロ玉廃止を境に、路線縮小が進み、2011年には、全区間が廃止された。現在は、かつての常屋線の一部経路を、 ナスカラス山市営バスが運行している。また校舎は、この内刺激、長倉塾、厳日立大宮主管が国鉄長倉線として計画され、1937年3月に着工。前線の用地買収と、河合村、現母的町までの路盤建設が完了し、1940年には、レールの付設工事も開始されていた。しかし、 太平洋戦争勃発による建設区間見直しで工事は中断。レールも金属回収により撤去され、戦後も再開されず開業することはなかった。また、1927年に校舎のルートのうち、水戸とあの沢付近の御前山駅、原子炉里町を結ぶ鉄道として、茨城鉄道、後の茨城交通茨城線が開業したが、1971年までに廃止された。 茨城鉄道は、御前山、長倉間の免許も取得していたが実現しなかった。国鉄バスによる鉄道先行路線としては、水戸、赤沢間がスイート東線、赤沢、長倉塾モテギ間がスイート再線として開業したが、いずれも1990年代までに廃止されている。モテギ駅周端部より未成線の路盤が伸びているが、 2017年現在、並松運動公園付近と茂木駅周辺の市街地部分は、築堤、京大などが撤去、作閉され、道路として整備されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。